でしょう。まずはこの人、レオネス・マーティン選手。そしてもう一人はこの人です、沢村広和投手。放送席、放送席、そしてスタンドの皆さん、まずは今日ホームラン、さらに全打点を挙げたマーティン選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。火曜日の試合、このホームランから始まりました。あのホームラン振り返っていかがですか？Sobre todo muy importante empezar ganando juego y ayudarle a mi equipo y darle la posibilidad de pitcher que pitcher más cómodo。やっぱりあの選手点でやっぱとても大事だと思いますし、その選手点を上げることでピッチャーがより気持ちよく投げれたのかなと思います。良かったです。その後センターへのタイムリーもありましたが、マーティン選手、今日のホームランで20本目のホームラン、そして現在ですね、マーティン選手がホームランを打った試合はこれで11連勝となりました。No sabía, pero más contento ahora que tenemos buena, que estamos ganando con los dos jonrones y sobre todo bien importante que estoy ayudando a mi equipo。あの自分が打ったら勝てるっていうのは知らなかったですね。ただこう聞いてすごい嬉しいですし、まあ、チームの勝利に貢献しているというのが一番嬉しいです。これでチームは5連勝となりました。マーティン選手、チームの雰囲気どういうふうに感じていますか？ Tenemos un gran ambiente desde el día primero. Tenemos mucho deseo de ganar y eso es lo que estamos enseñando, pero le debemos mucho el apoyo a los fanáticos。チームの雰囲気はとてもいいですね。やはり皆さん自分のチームメイト全員勝ちたいという気持ちで溢れてます。でも一番嬉しいのはやっぱりこうファンの皆さんの声がとても嬉しいです。さあ今日から再びこの ZOZO マリンで6連戦となります。明日に向けて意気込みをお願いします。Cada día es un día diferente. Tratar de fajarnos cada día y pelear cada juego.Lo importante es enfocarse en cada día y ganar cada juego。 一日一日違う日ですし、今日は今日、明日は明日ので、明日もやっぱ勝てるように一打席一打席集中してやっていこうと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。そして沢村広和選手、ようこそ千葉ロッテマリーンズへ。はじめまして、沢村です。沢村投手、まずは率直に今のお気持ちを聞かせてください。名前呼ばれた時の、声援は、もう絶対忘れません。これからは、マリーンズのために、腕振っていきます。よろしくお願いします。ファンの皆さんの声援に後押しされてリリーフからマウンドに向かいましたけど、ピッチング自体3者連続の三振というピッチングでした。内容は振り返っていかがでしょうか？いや、ほっとしました。ただ3つ目取ってマウンドから降りるときには雄たけびもありましたけど、気持ちが入ってましたね。あのこういう展開だったんで、なんとか、後ろのピッチャーにあのゼロで渡すことができてよかったです。そして沢村投手、マリーンズには中央大学の先輩後輩の三馬投手、そして井上選手がいますけども、今日もし、練習の時から三馬投手とは少し話をしていたように見えましたが、どんな話をされたんですか？そうですね、もう昔から知ってる大好きな先輩なんで、やっぱ尊敬もありますし、いろんなことを教えていただきながら成長していきたいです。チームは首位争いという中でのこの加入となりました。シーズン後半、このマウンドの意気込みを教えてください。まだまだ今日投げたばっかりなんで、また明日、チームのために準備して頑張ります。
この大きな大きな声援を送ってくれる千葉ロッテマリーンズファンに向けて最後一言お願いいたします。また明日からも、しっかり準備してマリーンズのために頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローはマーティン選手、そして今日加入した沢村博一投手でした。ありがとうございました。放送席お返しします。プロ野球にはたくさんのトレードが、特に今年は多いんですけれども、改めて見ると黒木さん、はい、昨日発表され、今日登録され、投げて結果を出していきなりヒーローインタビュー、そうそうあるもんではないですね。そうそうないですよね。でも本当に球場に入ってきた時にね、沢村投手のそのコールを聞いた時に、やっぱりこの球場全体で本当に空気変わりましたよね。そうですね。はい。で、